米田健三は、日本の政治活動家、自由民主党所属の元衆議院議員、元提供、平成大学教授、現在、日本航空学園理事、教育顧問、日本青年社議員同士連盟しなに役、長野県大町市出身、長野県松本福士高等学校を経て、1972年、横浜市立大学小学部卒業後、徳馬書店に入社。 朝日芸能の記者などを務める。1987年横浜市会議員に当選。その後は建設大臣秘書官などを歴任。1990年2月、第39回衆議院議員総選挙に、旧神奈川4区より自民党公認で出馬し、落選。1993年7月、第40回衆議院議員総選挙に、 旧神奈川4区より、自民党公認で出馬し初当選。1994年4月、自民党を離党、自由党に参加。その後、自由改革連合を経て、同年12月の新進党決闘に参加。新進党当時は、小沢一郎の側近として、1995年12月に小沢が党首に就任すると、党首補佐役に就任、やがて、 小沢の政治手法に激しく反発、対立関係になっていった。1996年10月、新進党から第41回衆議院議員総選挙に出馬し、比例単独候補として再選されたが、かねてよりの小沢との対立関係から10月31日に、新進党を離党した。1997年5月、自民党に復党。江藤亀井派に所属する。 2000年、自民党から第42回衆議院議員総選挙に出馬し、比例単独候補として参戦。内閣府副大臣、拉致議連副会長などの要職を務める。鈴木宗夫とは極めて近い関係にあった。鈴木派結成の暁には、松岡俊勝が幹事長、米田が事務局長に就任するとまで言われた。 鈴木への逮捕許諾請求が出た時は、冤罪の疑いがあると、国体副委員長として最後まで可決に抵抗。しかし、胸胸会の一員ではなく、マスコミの誤報については否定した。今日でも、鈴木の政治家としての資質を高く評価している。2003年8月、コスタリカ方式で神奈川国区から出馬する予定だったが、 党県連内の敵対勢力による妨害行動に対抗し、同選挙区からの不出馬を表明。同年11月、第43回衆議院議員総選挙に自民党公認で山梨一区に落下さんとして出馬。10年ぶりの選挙区出馬となるが落選。その後、2004年4月に、帝京平成大学教授に就任し、政治、外交、安全保障、 災害などの時事問題を講義の内容として扱う。テレビ出演や論壇での活動もある。2005年9月11日執行の第44回衆議院議員総選挙では敗北が予想され立候補しなかった。11月2007年夏に行われる参議院選挙に自民党から参議院ピレークでの出馬を表明。 2007年7月29日執行の第21回参議院議員通常選挙に安倍晋三の後押しを受け自民党から比例区に立候補6万1434票を獲得も落選2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙では比例近畿ブロック単独41位で立候補するも落選現在学校法人日本航空学園理事 教育顧問。先週学校日本アルプス国際学院の学院長。日本青年者、議員同士連盟指南役として、総会で講演を行う。また、正論平成19年10月号に掲載された、殿岡明雄執筆による、論文中に、あたかも、日本青年者が北朝鮮と、麻薬取引に関与しているかのような記述があったこと、大使日本青年社が抗議を行ったが、 米田は同年正論12月号で産経新聞と日本青年社の中介役となり戸の家らと対談、編集部と戸の家が非を認める。後日これを受け、日本青年社側矛を収めた。戸の家は以後、日本青年社の総会や講演会に参加し、日本青年社よりの著作を出版することとなる。突起なき者はエール出版社より、ありがとうございます。